金人港の復興計画はまだ終わっていません。広報勤務の同僚からあなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。
カンパニーが何をしようと、金人口はいい意味で変わるべきです。広報勤務の同僚から、あなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。ちょうどお伝えしたいことがあります。この段階の収益目標を無事達成しました。これは全てあなたや師匠さん、それから金人口の店舗たちのおかげです。Thank you.
さんの期待を裏切ることなく、このお金を叱るべきところに使うと約束します。またこのお金は不当全体の修繕と拡張に使われます。つまりしばらく不当の物流を利用できなくなるということです。頑張ってくれたあなたと須匠さんをねぎらうために、紹介は小おばさんのお店の料理を注文しました。ぜひ休憩して、さらに続く復興計画のための準備をしてくださいね。Thank you.
秘書さんから話は聞いてるよ。天心を準備したから先に座っててちょうだい。今持ってくるよ。ちょうどいいところに来たね。みんなでカンパニーのこいつに抗議して説明を聞かせてもらおうとしてたんだ。カンパニーのこいつとは無礼にも程がある。カンパニーの代表ではなく、ただの金人港の旅行客だからな。スコートと呼んでも構わんぞ。見ろ、こちらの淑女はお前より道理をわきまえているみたいだな。私はただ荷物を送りに来ただけだ。なの、どうしてお前たちに囲まれなければならないんだ。こいつの荷物に問題があって、他の客の商品を破損させてるの。そのせいで不当はずっと賠償をし続けてて。はあ、もっと大声じゃないと聞こえないな。金人港のやつらは客人にそんな態度しか取れないのか。今すぐこいつの荷物を開けよう。絶対に何かあるよ。よく考えるんだな。もし私のものを壊したら弁償できるのか。は？私の荷物に問題があるだと？問題があるのはお前たちの方だろ。もうごたくはいいよ。今すぐ荷物を開けるからね。荷物の中に何か怪しいところがないか調べよう。全員死刑。
早く終わらせましょう。チャンスだよ。立ちなさい。おやすみ。あんたはこの気候に細工してるんでしょう。貨物船にあった他の荷物は全部この気候が壊したんだ。はあ、もっと大声じゃないと聞こえないな。証拠が揃った。言い逃れ。よく見てみろ。この怪物は私のものなんかじゃない。え？信じられないのなら不当の労働者に聞いてみるといい。その通りです。この黒雲金釜はスコートさんのものではありません。じゃあどうして黒雲金釜がこの中にあるの？それはお前たちの問題で私には関係ない。そうだな。逆に聞きたいんだが、私の花瓶はちゃんと包装されていたのに、もう少しで割れるところだったぞ。どうしてくれるんだ？はあ？私の聞き間違えか？これだけ大騒ぎしておいて、謝罪の一つもなしか。おかしいだろ。これぐらいで謝罪なんて。ほう、謝罪しなかったことが広まるとまずいんじゃないのか？まあまあ、これを予行練習だと思えばいい。そんな謝罪は一度だけじゃないからな。今回はあいつの勝ちでいい。でも、次はないんだから！ごめんなさい。少しも口を挟めませんでした。母さんが教えてくれたんだ。技をしっかり身につければ、他の人は筋を通してくれるって。私の技は、まだしっかり身についてないみたい。支払い日が来る前に、お二人に口喧嘩。いえ、討論の方法を身につけてもらう必要がありますね。会長に会いに行きましょう。ここに来た理由を聞いてるわ。そうね、ゆくゆくは会うつもりだけど、今はまだその時じゃないって会長は言ってるの。でも会長は最近不当で起きたことを知っていて、簡単な交渉技術を教えてもいいって言ってくれたわ。まずはじめに事前に切り札を準備しておく。運気軍が戦場に行く前に武器を手にするように、交渉の座に着く前に切り札をちゃんと確認するべきってことよ。今からいくつか材料をあげるから、しっかり確認してちょうだい。これは不当の騒ぎの時に黒雲金釜が入っていた荷物箱よ。差出人の名前や連絡先は意図的に消されているけど、架空運輸の記録によれば差出人は法となってるわ。これは不当で働いてる法の収支記録ね。
最近カンパニーから何度も信用ポイントが振り込まれてる。会長なりのやり方があるのよ。次に正しい時期に切り札を切るよ。相手が隙を見せた時にこれらの材料が真の効果を発揮するの。さあ指導の最後に練習相手を用意したわ。来て、ホーさん。会長のやり方って一体何だろう。僕から言えることは何もありません。何も知りません。こんにちは、ホーです。僕が国運金釜の入っている箱を持ち出しました。他の人に言われて運んだんです。中に故障した機構が入ってるなんて思いもしませんでした。僕はこの件とは無関係です。僕は不当の労働者です。スターピースカンパニーの肩を持つなんて。こんにちは、ホーです。僕が国運金釜の入っている箱を持ち出しました。これを見て。それは今の話題とは何の関係もないような。こんにちは、ホーです。僕が国運金釜。私は箱なんか見てない。見たのは国運金釜だけだよ。あなたたちが検査をしたいと言ったから僕たちは荷物を開けたんです。それともあなたが自分で開けたかったとでも言うんですか。こんにちは、ホーです。僕が国運金釜の入っている箱を持ち出しました。これを見て。それは今の話題とは何の関係もないような。こんにちは、ホーです。他の人に言われて運んだんです。中に故障した機構が。これを見て。それは他の人に言わ。僕は不当の労働者です。スターピースカンパニーの肩を持つなんて。これを見て。それは僕は不当の労働者です。スターピースカンパニー。これを見て。あんたカンパニーから信用ポイントを受け取って不当の貨物の破壊活動に協力したんだね。それは。くど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 、質問はもう結構です。カンパニーは不当の賃料を支払えるんじゃないかと心配して僕に小細工をさせた。それがどうしたんです。金人口の管理をカンパニーに任せることの何が悪いんですか。あなたたちは時代遅れなんですよ。お金を稼ごうとするみんなの邪魔をしないでください。ホーさん、紹介は金人口の復興を目指しています。なぜ皆さんの邪魔をしてると思っているんですか。あなたはそうやって自分も他人も騙し続けていればいい。金人口は遅かれ早かれカンパニーの大倉庫になるんです。そうそう、裏で小細工しちゃダメだよ。どうやら真相が明らかになったようね。ホーさんの証言を残しておけば後で使えるかもしれないわ。不当の賃料も用意できました。交渉の準備が終わったら不当にいる私のところまで来てください。うん、全部ケリをつけてみんなの前であいつに謝罪してもらわなきゃ。カンパニーの代表はすでに到着しています。
こちらも天白氏の交渉人として結城さんをお呼びしました。うん、私は拳でしかあいつに勝てないから口論はあんたに任せるよ。正式に交渉を始める前に手持ちの材料を確認しましょう。私たちは支払い日より前に目標金額を達成することができました。これは私たちが交渉を続ける上での基本であり、金人口の商業に活力があるという証明にもなります。金人口不当の入札が始まった後、カンパニーは対外貿易の資源と豊富な資本によって落札に成功しました。その後カンパニーは不当を金人口商会に貸し、実際の運営を任せました。この契約は金人口商会には不当で経営を行う正当な権利があるという証明になります。不当の労働者であるホウさんはカンパニーから賄賂を受け取り、不当な物流の邪魔をしたことを証言しています。行きましょう。天白氏の交渉人はすでに私たちを待っています。天白氏を代表してスターピースカンパニーと金人交渉会の賃料紛争の調整を行います。調整を行う必要なんてあるのか。はっきり言わせてもらう。商会はさっさと金人口から出ていくべき。カンパニーはこの場にもっとまともな人を派遣できなかったの？はあ？もっと大声じゃないと聞こえないな。カンパニーに他の人はいないのって言ったの。かっこ娘め、声がでかすぎて鼓膜が破れるかと思ったぞ。後々人前で私に謝罪するときに今のような大声を出してほしいものだな。カンパニーの代表である私がこの場にいるのは合法であり、合理的で情に反してもいない。お前たち金人交渉会の代表は誰なんだ？通りすがりの運気軍か、それとも姿を見せない臆病な会長か、それともお前たちが臨時で連れてきた仏頂面の小娘か。もう結構でしょ。スコート代表、カンパニー側の上官を述べてください。カンパニーは特別に経営権を金人交渉会に貸してやっているが、それは共同発展を図るためだ。カンパニーはどうして自分で不当を運営しないの？ほう、お前はカンパニーが金人交渉会を罠にはめていると言いたいのか。商会に不当を課せば経営不振に陥り、積み重ねた信頼を徹底的に失うだろうと。あんたたちは絶対にそう考えたんでしょ？それはつまり商会では絶対に不当をうまく運営できないと自分で認めているようなものだぞ。カンパニーは特別に経営権を金人交渉会に貸してやっているが、それは共同発展を図るためだ。だが商会が金人口にある各主力店舗との協力を拒んだ結果、かつては賑やかだった不当は閑散としている。金人口の運輸効率は低下し、取引量も少ない。全く価値を作れていないじゃないか。これが経営不振の証拠だ。そして商会は賃料を支払えていない。
だから我々は商会が自ら経営権を放棄し追加で賠償金を支払うべきだと考えている。カンパニーはだが商会が金人港にある各主力店舗との協力を拒んだ結果、これを見て。はあ、誰がそれを理解できるんだ。取り下げた方がいいぞ。だが商会が金人港にある各主力店、これを見て。はあ、だが商会が金人港、これを見て。はあ、だが金人港の運輸効率は低下し取引量も少ない、これを見て。はあ、金人港の運輸効率は低下しと、これを見て。はあ、金人港の運輸効率は低下し、これを見て。はあ、金人、そして商会は賃料を支払えていない。だから我々は支払えるよ。これは賃料です。商会はすでに黒字になっており、お支払いが可能になりました。なんだって、支払えるだと。どうやって。金人工商会が提供した証拠は信用に値します。双方の賃借契約によると、商会は未だ不当の経営権を有しています。続いて商会側はスコート代表が秘密裏に不当の運営に対して妨害活動を行っていると申し出ていますが、スコート代表、何か説明はありますか。言いがかりにも程がある。どうして私が小細工しなければならないのか。お前たちのようなボロ不当に協力する店舗がなかったり、頻繁に事故が起きることが私と何の関係がある。それに私は不当の出荷に関わってなどいない。まさか私が不当の労働者を買収したとでも言うのか。笑わせるな。言いがかりにも程。不当の物流の事故のことをどうしてあんたが知ってるの。私も不当の物流を利用しているからな。私が送った荷物がよく道中で壊れてしまうんだ。お前たち何か心当たりはないか。とぼけないで、あんたのせいでしょ。言いがかりにも程がある。どうして私が小細工しなければならない。それに私は不当の出荷に関わってなどいない。まさか私が不当の労働者を買収したとでも言うのか。方が全部白状したよ。この証言こそが動かぬ証拠。あんたが彼に他の利用客の商品を壊すように言ったんでしょ。なんだと、あの時代遅れなやつめ。先週人はいつも義理がたいと触れ回っていたじゃないか。あれだけ金をやったの、逆にこの私を売るとはけしからん。もし今提供された証拠が事実であれば、スコートさん、これは不当な行為であり、天白氏は引き続き調査を行わなければなりません。どうしてこんなことに。一体どこで間違ってしまったんだ。この前の賭けを忘れないでよね。あんたはみんなの前で私に謝らないとダメだよ。断る。なんで私がお前に謝罪しなければならない。あんたが他人の努力を踏みにじったから、あんたが汚い手段を使ったからだよ。もし私が謝ることで金人工を愛する人たちが落ち込まずに済むんなら、100回だって1000回だってそうするよ。でも今謝らなければならないのはあんただから。
人口の皆さん、面白い。申し上げます。申し訳ございませんでした。私は目が節穴の間抜けです。身の程知らずで犬のように吠え立てることしかできません。本当にやらせるの？いいんだろう。ワン！ワンワン！ワオ！ワオ！本当にみっともないですね。今日はここまでにしましょう。さらに不当の取引量を増やすべきです。貨物整理と物流計画の拡張準備もしています。以前は空いていた不当も開放して使用する予定です。時間があるときに見に来てくださいね。不当の危機は去りましたが、金人口の復興は始まったばかりです。のおかげで金人口は不当の賃料を支払えただけでなく、貨物の取扱量を上げることもできました。これで不当はより多くの店舗と協力し合えるようになりました。一緒に金人口の復興のために頑張りましょう。広報勤務の同僚から、あなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。カンパニーが何をしようと、広報勤務の同僚から、あなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。
カンパニーが何をしよう。広報勤務の同僚からあなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。広報勤務の同僚からあなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。広報勤務の同僚からあなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。
さっき知らせを受け取ったんですが、すぐに不当の拡張をやめるようにと会長が言ってきたんです。今は冗談を言っている場合ではありません。理解できません。行きましょう。会長に説明を求めなければ。須生さんにも連絡して新規屋で落ち合いましょうと伝えてあります。近人ちょうど来たようね。私は金人交渉会と商談をするために来たのだけど、あなた会長は皆さんの努力に十分感謝しているし、何を聞きたいかも知ってるわ。不当の拡張についてはカンパニーのやり方と本質的には同じで、金人校の特色を壊してしまうと会長は考えているの。金人校は人情味にあふれた場所で、美食街や古い書が骨董のお店は地元の住民と観光客を中心に成り立っている。それこそが金人校の個性と魅力なのよ。歴史的な数値を見てみると、このまま開発していけばここは大型倉庫になってしまうわ。物流が増えれば増えるほど観光客が減少していくの。それは金人校の店舗と地域社会にとっては受け入れがたいことよ。私はあんまり勉強してないけど、騙そうとしてない？本当にそうなっちゃうの？では、今度は私の番ね。多くの店舗から連名で、紹介の開祖の要請が天白市に来ているの。つまり店舗の人々はあなたが商会の会長の座から退くことを希望している。新人校の店舗の人々もいつの日か私を裏切るとは思っていたが、私は自身が金人校のために作り上げた情景を諦めたりはしない。この座を退くなどもってのほかだ。これって会長の声？私は紹介の決定に干渉するつもりはないわ。ただ旧友として忠告させて。金人校は過去じゃなくてずっと今ここに存在しているのよ。玉、今は往々にして過去からできている。違うだろうか。
あなたは店舗の態度を軟化させるために少し譲歩するべきよ。例えば名機たちの意見を取り入れたり、彼女にあなたの職務をしばらく任せたりするのはどうかしら。名機、あなたの意見を聞かせてくれないか。会長、私は金人口の事務的な権力を握ろうとしているわけではありません。私は幼い頃からここの繁栄を思い描く会長の話を聞き、それを実現しようと努力しています。ただ今は私たちの考えがぶつかってしまった。わかった。しばらくの間明記が私の職務を代行するのを受け入れよう。しかし明記は施策について述べて私を説得するだけでなく、店舗の前でもそれを行い認可を得なければならない。自信があるならそれぐらいできるだろう。はい、私は全力を尽くしてみせます、会長。忘れないように。あなたたちが私に取って代わろうとも危機は変わらず目前に迫っている。少なくとも入札保証金を稼げてこそカンパニーをくじく機会を得られるのだ。よろしい。会長が決定を下したのなら私が公開会議の招集を行いましょう。あなた、それから明記、二人に用事があるの。今の話が終わったら私に会いに来てほしい。勇気から話は聞いているわ。あなたは商業顧問として金人口の立て直しに協力しているそうね。あなたにできないことは何かしら。そんな風に考えてしまうほど多彩で多芸ね。それは私も苦手よ。会長はかつて金人口の繁栄を実現させた金人口の英雄だったわ。でもそして私はカンパニーのやり方も知っている。彼らは効率にこだわり、全銀河に統一された商業模範を広めようとしているの。私は無理やり事業を推し進めるのは選手を軽視していることになると彼らに忠告したけれど、残念ながら地元の紹介は保守的すぎる。率直に言わせてもらうわ、今の金人交渉会に勝ち目はない。でもあなたたちは紹介でもカンパニーでもないでしょ。だから第三の可能性になれるのよ。私としては同工房に行ってみることを提案するわ。翔親方は紹介の回数を申し出ているの。彼から認められればより多くの店舗の支持を得られるはずよ。ありがとうございます、玉空様。紫神宮にはまだ処理すべき業務があるから、ここから先はあなたたちだけでやるのよ。年寄りたちにあなたたちこそが新たな英雄だって理解させなさい。Thank you.
お客さん、物の修理をしたいのか。ここならあんたの機構を新品同然にしてみせると保証しよう。だが種族の民の科学技術の場合は、まずどの世界のものかを見る必要がある。お客さん、目的があるならはっきりと言ってくれ。小親方、私は紹介の秘書を務めている明希と申します。あなたに相談したいことがありまして。話すことなどない。俺はカンパニーを支持している。その理由を教えてくれる？帰ってくれ。思い当たることはありません。まずはここを離れましょう。そこの方々、少しお待ちを。どうやら父が皆さんを困らせてしまった。皆さんは公衆の面前でスコート代表に謝罪させた方々ですね。自称なんてしていませんよ。選手を離れて何年も経ってから帰ってきたのに、子供時代からの友人は私のことを坊ちゃんと呼ぶんです。それでどうして突然父に会いに来たんですか？不当には様々な店舗の協力が必要です。私たちはお父上にご協力をお願いしたかったんですが。父はすでに拒否していますよね。お父上が紹介の階層を求めていると聞いて、その理由を尋ねようと思ったんです。こうしましょう。私が何か方法を考えます。よかった。あんたの父さんって本当に頑固だったからね。父のような上の世代の職人は大体あんな風に頑固なんです。そうだ、皆さんが父の店に弟子入りするというのはどうでしょう？父はメンツを重視しますから、皆さんが腕の立つ弟子になって頼めば、その誠意を見て態度を変えると思います。私は心の底から皆さんの問題が解決するよう手助けしたいと思っているんです。そうだ、皆さんの実習期間の給料は私が支払いますよ。行きましょう。皆さんを弟子としてご案内します。父上、紹介の友人が弟子入りしたいと言っています。早速皆さんに作業をしてもらいますね。バカを言うな。お客さんに失礼なことをさせるんじゃない。あのな、同工房の状況を知っているだろう。新しい弟子を雇う金がどこにあるんだ。だから私が父上の代わりに探してきたんです。何を言ってるんだ。修理できないのはまあいいとして、彼女のような見習いが万が一お客さんのものを壊してしまったら、俺が弁償しなければならないだろう。同工房の看板に泥を塗ることになるんだぞ。なら逃げたりせず、しっかりと話し合ってください。父がうなずいてくれたようなので始めましょうか。ちょうど常連客が壊れた機構を持ってきたので、修理の腕前を披露しましょう。大丈夫ですよ。また私が仕事を見つけてきましょう。はあ、まったく腹の立つやつだ。
上、皆さんは私たちの代わりに仕事をしてくれたんですよ。給料をケチるわけにはいかないでしょう。来てください、こっちです。ここに玉鳥があるので、試しに修理してみませんか。父上、ただ見てるだけじゃなくて、弟子を指導してくださいよ。分かった、分かったから。あんたたちが来た理由は知ってる。頼むから、もうお客さんのものを修理するな。あんたたちがもう触らないのなら、それでいい。それで、何について聞きたいんだ？俺も長く商売をしているからな。会長は旧友と言えるだろう。カンパニーの提案にはたくさんの可能性があった。だが、あの骨董品は過去が残した止水だ。奴の望みは実現しない。不満？いや、ないな。ただ俺が頑固なだけだ。頑固であることは先週人にとっては日常だ。数百年も生きると毎日同じ道を歩き、同じ仕事をし、同じ人と会話することになれる。多くの人間はそんな生活に満足しているんだ。だが頑固さで言えば、あの骨董品、いや、会長は俺に決して劣らない。むしろ勝っているくらいだ。奴は俺より長く生きていて、金人口が栄えていた頃を目にしている。当時は精査が行き交い、金人がひしめき合っていた。だがひとたび泉州が巡守を始めると、遠くの聖域まで航行し、もともと交流があった行商人たちの往来も途絶えてしまう。していた時代を取り戻したいと言っていました。ああ、それが奴が頑なに手を引こうとしない理由だ。奴は金人口がカンパニーの物流不当になるのを嫌がっている。そして観光客たちが行き交う光景が蘇るのを待ち望んでいるんだ。だが時代は変わった。誰がどんなに努力したとしても時代の変遷を逆転させることはできない。だから俺はカンパニーの案を受け入れた。金人口が消えたとしても、ラフには代わりになる市場があるからな。でも、カンパニーが約束した未来に銅工房は存在するの？さあな、銅工房はおそらく残らないだろう。だが、俺は後悔しない。良き歳月は過ぎ去った。長命氏は事実を、短命氏が自分たちの土地に手を加えるのを、余市が貨物輸送用の不当に変わるのを受け入れることを学ばねばならない。そしてわずか数十年しか生きていない野心家たちが、俺たちのように長く生きてきた老いぼれに勝ることを受け入れる必要がある。小親方、あたしたちに協力してみない？ちょうど明輝が紹介を変えるために頑張ってるんだ。あたしたちは会長とは違うよ。あんたたちが？この方たちは以前、不当でカンパニーの代表と論争をしていました。その光景を見て、紹介は変われるかもしれないと私は思ったんです。今の紹介の実力を考えれば、やはりカンパニーが勝つ可能性の方が高いだろうな。俺はすでに金人口が必ず存在しなければならないという執念を捨て去っている。だがあんたたちが勝つ可能性も否定したりはしない。好きにやってみるといい。東工房が金人口復興計画に加わってくれるなら、
きっと多くの人が影響を受けるはずです。ああ、あんたたちがどこまでやれるか、俺に見せてみろ。小親方が金人口復興計画に加わってくれるなんて、今からでも遅くありません。物流計画を始めましょう。楽しく協力し合えることを願っています。皆さんお疲れ様です。私は用事があるので先に埠頭に戻りますね。報酬を受け取って。聞きました。
金人口の復興計画は広報勤務の同僚か。ら、あなたがまだ紹介からの報。報酬を受け取っていないと。
金人口の復興広報勤務のとお寮からあなた都会からの報酬を受け取って一旦に矢はつがえた天を突く呼吸するその感覚落ち着いて悪い子ね全員脆いがゆえに美しい早い者が勝つ
何をしようと、広報勤務の同僚からあなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。
うどお伝えしたいことがあります。この段階の収益目標を無事達成しました。これは全てあなたや師匠さん、それから金人工の店舗たちのおかげです。紹介は皆さんの期待を裏切ることなく、このお金を叱るべきところに使うと約束します。またこのお金は不当全体の修繕と拡張に使われます。つまりしばらく不当の物流を利用できなくなるということです。注文しました。カンパニーが何をしようと、広報勤務の同僚からあなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。
金人工の広報勤務の同僚からあなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。落ち着いて。立ちなさい。おやすみ。矢はつがえた。報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。Thank you.
カンパニーが何を広報勤務の同僚からあなたがまだ紹介からの報酬を受け取っていないと聞きました。忘れずに受け取ってくださいね。Oh.